主様、本日はそのお楽しみいただけたでしょうか。私のようなちっぽけな存在が少しでも主様のためになれたのなら光栄でございます。主様と巡り合ってからまだ数年しか経っていないのですね。まるで前世からおそばにいるような気がいたします。今宵は私のご無理をお聞き届けいただき感無量でございます。この喜びは明日からの任務の活力といたします。自らは黒子に徹し、決して歴史の表舞台には出ようとなされないその奥ゆかしさ、尊敬を超え崇拝に近い感情を覚えます。明けない夜はありません。長い戦いの夜が明けた時、我々もその使命を終えて日の光あふれる日常へと帰っていくのでしょうね。主様から見れば私はまだまだ未熟でございます。ですが主様に少しでも喜んでいただけるよう今後も全力を尽くします。明るい町ほど星空が見えにくくなると言いますが、繁栄による町明かりが星のように感じられるのです。商売人ならではの感性でしょうか。偉大なる主様にとって私など必要なのでしょうか。考えるほど切なくて涙が溢れてまいります。でもだからこそ涙を拭いて頑張らなければ。主様と出会う前は夜の闇を恐れておりましたが、今や闇は我らを包み込んで守るビロードの誠意、安らぎすら感じております。はあ、なんという満ち足りた時間でしょう。たとえ今この瞬間死の神に命を奪われても後悔はございません。え、夜道は危ないから手をつないでくださると。あ、ありがたき幸せ。転びやすい体質でよかったと思うのは初めてです。夜は主様の存在感をより際立たせますね。月明かりに照らされた横顔は神々しさにあふれています。そばにいられるだけでありがたき幸せ。我らは我らのなすべきことをなす。かつて主様がおっしゃったお言葉です。私も主様のお覚悟にお答えするつもりです。商品の価格設定には慣れておりますが、主様と過ごすこの時間は値がつけられない極上のひとときでございますね。夜景を売りにしたレストランをオープンする予定です。オープン前にぜひ一度いらしてください。主様とディナーをご一緒できれば光栄の極みです。学園生活では多くの女性ともお知り合いになられるのでしょうね。特に気になる方などおられるのでしょうか。夜は我らシャドーガーデンの時間ですが、今この瞬間だけは主様と私二人だけの時間などというのはおこがましいでしょうか。またいつかパーティーを開きたいですね。その時は主様がよろしければですが、今日みたいに私と二人きりでいかがでしょう。
主様との日々は毎日でも記念日にしたいのですが、それでは記念日の意味がありませんね。主様、記念日の上はないのでしょうか。私の高鳴る心音が聞こえてしまいそうです。もし主様に聞こえてしまったら恥ずかしさにそっと押してしまうかも。パーティーの中で主様のいろいろな面を拝見することができました。主様のことはいくら知っても知り足りませんね。お待ちしておりました。主様、今日はぜひ主様の…ピヤッ、履き慣れないヒールは歩きにくいわね。今日はぜひ主様の日頃の疲れを癒すひとときをとお越しいただいた次第。そして私自身、主様のお話をゆっくり聞けるのを楽しみにしておりました。さあこちらへどうぞ。いや